和歌山到着しました。アニメだとね、すぐなんだけど、結構もう、登ったり降りたり、登ったり降りたりが繰り返して。また、いつもの、何のために登ってんだろうってね、考え始めちゃったりね、しましたけれども、なんとか来ました。やっぱりいいね、景色が素晴らしい、やっぱり。見えますかね。まあ山しかないですね、山しかない、で先ほど、通ってきた道です。しまった。これと一緒に写真撮る。これと一緒に写真撮ろうと思ったんだけど、せっかく着いたって言ってね、これで写真撮ろうと思ったんだけど、忘れてたね。ニューギアを紹介します。ででジェットボイル。これでね、お湯が沸かせるんですよ。やってみよう。湯を沸かすにはね、ちょうどね、悪い。ちょうど悪いんだよ。スペースが、カメラのスペースもねえし。ここで行く？ちょうど悪いなぁ。なんかちょうど悪いな。んで、これをつけるのかな。で、本当は色をはすと思ったけど、あそこになかったから、てかあそこがなかったから、もうしゃあねえな。こんなもんでいいかな。200。で、ライターで火をつけます。ここにライターが、私の先輩のバンドメリーのライター。わっ、さあ湯を沸かしましょう。あ、これスタスタスタ。なんかすごい早く沸くという聞いておりますが、もう出て。おお、もうシャーって言ってる。もうお湯だね。ちなみにこっちのマウントっていうか、これをつけると、鍋とかそういうのも
火にかけられます。もう沸いてます。そこかんで、そんでちょうど悪いな。カフェこれですよ。ちょい蒸らしでちょうど悪いな。じゃあコーヒーを飲んで休憩。いいね。3割うまい。やっぱり鳥の声、いい空気といい景色、3割前。満州餃子と同じだね。うん、3割うまいよ。これはね、実際ここまで歩いて、うん、来た人じゃないと味わえないね。この美味しさは説明できないね。鳥の声、風の音、うん、あとハエが多い。ブン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 。大高山493m、493。昨日ね、映画を見て予習してきたんですよ。山登りのエベレストっていうね映画なんですけど、まあ、エベレストに登るっていう話ですね。あれもう8500だっけ、8800とかだっけ。もう大変だったよ。寒いし嵐来るし。あれ見た後だからね、全然楽ちん。じゃあ続きいきますか。はいはい、大高山からねちょっと、下るとっていうか、もう半分落ちてる感じで下ると、どんくらいだろうね、10分もう経ってないかな。こういう舗装された道に行きます、出ます。そして、根の権現、これだ、こっちだ。また上がるんかい。で、チャリの人もいる。うちの親父じゃないな。うん、よいしょよいしょ。スズメバチ、うん、ハチっていうのはね、だいたい黒いものにね群がってくるんだけど、今日の服装大丈夫かな。あ、全身黒、あ、ダメだね。避けていこう。はい、じゃあまたこう登っていこう。うん、ハチに気をつけつつ行きます。はい、はあ、辛い。いや、顔色悪いよ、大丈夫。今ね、ムツガ、なんだっけ、ムツガ石の頭というまでようやく来ました。ね、2回ぐらいかな、道間違えて、一度もう、1回下山したよね。はあ、根の権現方面に行かなきゃいけないのに、もう阿賀野駅の方に来てしまって、うん、辛いね。そんで、そのままね、まっすぐ歩いてたらね、うん、途中で、まあ山っぷ見てみようと思ったら全然違う方まっすぐ行っちゃってて、見返したら、その間違いやすいから気をつけてくださいねみたいなのが書いてあったんで、ちゃんと見ないとダメだね。予習大事。もうちょっと頑張ります。はい、これどこだ。久しぶりになんか文明を感じる道に来ました。今までね、ほんと土
人、木とだったな。メガネゾーンです。名物かどうかわかんないですけど、メガネゾーンに来ました。すごいよ景色が。ここもうね、体力的にはね限界はね超えてる。うん、でも行くっきゃねえって感じだからね。そしてさっき山の中で聞いたことない鳥の鳴き声、多分鳥だと思うんだけど、うん、この辺ってフクロウいるのかな。ほうほうほうプルルッほうみたいなやつがいましたよ、うん、初めて聞いた。もう少しでね、根の権現まで。さっきね、ボーンって鐘をつく音が聞こえたん。幻聴じゃなければ、そうなんじゃないかな。はい、根のです。さあ、大きいね。こんな山奥によく作ったよ、本当に。毎回思うね。昔の人はすごい。うん、この人たちが、寄付して、成り立ってんでしょうね。天台宗、根の聖大権現。今日6月10日じゃないの？海山祭り。まさか。そうだよね。もう終わったんか。ちょうど狙ってなかったけど、そしてこれ、なんか匂うぞってやつですね。逆光。はい、この人。おお、すごいのがある。景色もなかなかのもんですよ。まあ、なんならここまで車で来ようと思えばね、来れるみたいなんで、チートできたい人は車で来てください。ああ、これか。はい、大きなわらじ、鬼のわらじだ。すごい。と、下駄、目音下駄だって。コーンするとこ、勝手にやったら怒られるだろうな。さっき聞こえてたのはこれかな、コーン。あ、連打は山火事の合図です。ってことはやっていいってこと？連打しなきゃいいってこと？ここに。はい、西阿賀野駅に到着。大変だったな。うん、何度も道を間違えて、うん、一回阿賀野まで行ったかんね。でまたすごい迷ったの。帰るかな、昼12時過ぎ。うん、今日は仕事もあるし帰るかな。いやいやいや、ここまで来たんだつって、また降りてきたの、登って。大変でした。何度も道間違えるし、結構山の道は難しいね。ちゃんと
注意深く見ないと。だって結局朝の8時半ぐらいから歩き始めて、今もう4時だもんね、ほとんど。ああ7時間半。いやー歩いたわ。ちょっとね、無謀だったね。いや、例の JK と JC は半端ねえってことが分かったよ。うん、いやそして見て、もうこのさっき新来るときは新品だったのが、もうこんなにすり減ったというか、もう汚れちゃって汚れちゃって汚れちゃって、いやもう足がパンパンでござる、本当に。で、まあでも、無事とは言わんけど、まあなんとか5体満足帰ってくることができました。また懲りずにどっか、懲りなかったらまたどっかに行こうと思います。では、See you! さようなら。